皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。大阪の沖です。飾り切りやお寿司など料理の動画が中心なんですけども、 Surface Pro 8なんかについても時々つぶやいています。で、今回は緊急特番、11月発売の Surface Pro 9、決まりまして、私の持ってる8と比較しましてですね、どっちにしようかなって迷われてる方の参考になればいいかなと思います。左が Surface Pro 8、そして右が今度発売される9です。まずディスプレイから見ていきます。もう性能的にも変わらないし、サイズ解像度ほぼほぼ一緒なんですけど、この9の一番下ゴリラガラス、これがですね、よく携帯で最近使われている、見やすくて頑丈という風なパネルですよね。これになってるんで、そこの部分はアップグレードされている形で。続いて CPU です。こちらは Surface Pro 8の第11世代から Pro 9は第12世代へと進化しています。やっぱりね、この第12世代は、放熱性に優れて、なおかつやっぱりベンチマークも上がっています。これはね、メモリとか、あとグラフィックカードにもよるんですけども、 Pro 9を選ぶっていうことは CPU の進化を体験する、ここが一番の理由じゃないでしょうか。続いてグラフィックス、 Pro 8、 Pro 9全く同じものを積んでいます。したがってですね、こういった 2D、 これは8のレビューなんですけど、グラフィックス CPU、 2D ゲームだと全然余裕あります。で、こういう 3D の、結構激しいダートラリーとかでも、ご覧のようにどちらもまだ余裕あるんですね。だから古いゲームだと大丈夫なんです。ところがこのバリバリの 3D ゲームになると、ご覧ください、 CPU は全然余ってるんですけど、もうこのグラフィックスがいっぱいいっぱい振り切ってるんですね。つまりバリバリ 3D ゲームをやるとか、長時間の動画編集がメインの作業という方は、もう最初から GPU のもっといいのを積んでるゲーミングノードとかを選ばれる方がいいかなと思います。おそらく Pro 9でも Pro 8と同じように、全く筐体が同じなので、重い作業をすると熱くなりますし、消費電力の減りもすごく早いと思います。意外なことにバッテリーの駆動時間はわずかながら、Pro 8の方が長いです。カメラ性能はほぼ変わりません。マイクロソフトストアは、学生さんやその保護者、教職員対象に学生割引というのがあるんですけども、こちらを利用すると Surface Pro 9最新のものでも、少し安く買えます。割引が適用されると、ログインする際自動的に割引価格が適用されています。エントリーモデルは Core i5 プラチナ色のみで、 8GB のメモリー、 128GB の SSD。 続いてお隣、こちらも Core i5 なんですけど、これは色は4色選べて、 8GB、 16GB のメモリーを選べるんですけど、 SSD が256のみなんですね。私個人的にはこの i7、 16GB のメモリーに SSD が 512GB 以上、やっぱりこれはいると思うんですよね。というのはですね、私は 512GB の Surface 使ってるんですけど、もうね、半分ぐらいすぐいっぱいになるんで、おそらく 256GB だと、もうアプリ何本か入れるといっぱいになっちゃうんじゃないですかね。なので、やっぱりちょっと余裕を持って 512GB 欲しいところです。新型はフォレスト、サファイアの2色が新しくラインナップされていて、綺麗な色ですね。512GB の SSD、 さらにはやっぱりキーボードとスリムペンあってのサービスなので、これを加えると学割が効いてもこの価格。私初めて買ったノートパソコン、 Pentium 2のハードディスク 1GB とかやったんですけど、40万円以上した記憶があります。今のこの性能でこの価格だと、ありといえばありですね。もし最新パソコンにこだわらないようでしたら、Surface Pro 8がですね、年内限定でキャンペーン価格やってまして、キーボード付きなので、こちらの方をおすすめします。まとめです。今回私としてはマイナーチェンジの印象なので、キャンペーン中の8をおすすめしたいと思います。予算は十分あって、この色が欲しい、最新 CPU がいいっていう方であれば、 Pro 9を選べば後悔がないと思います。駆け足で見てきましたので、お見苦しい点があったら申し訳ありません。いかがでしたでしょうか。またどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。